せーの、チェックイン。コバニャンです。ココです。今日は TikTok で見た肉巻きのやつを買いたいなと思って、めちゃくちゃうまそうなおにぎりがあって、はい、それを2人で作ってみようみたいな思いつきの企画です。買い主編、見て、買ったシーンのブーツ、かわいい。このカツカツいうのがね、好きなわけ。わかる？中学生の時とか憧れない？憧れる。プラスチックのそう。そう、紫にキラキラが織り込まれてる、あのトイザラスで売ってるやつね。あれ一生カツカツしてたよね。うん、ベランダで歩き回ったもん。カツ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 。それを今やってる23歳です。よろしくお願いします。巻き食べたい。太いのが好きなのね。別に関係ないよ。と巻きは好きだよ。マスクのサイズかなってなくて笑った。砂糖あります、醤油あります、みりんはないかも、酒はあるね。カゴ持たないとさ、おかしいよね。みんな待って、つって20%引きだよお母さん。材料教えてください。あ、チャーハンうまそう。米、肉、以上やん。以上だよ、言ったよね。買いに行きましょう。醤油、みりん、砂糖。え、なんか嘘、ベッドだ、眠りたい。お前やばいよ。眠りたい。眠り姫。うまそう。めっちゃうまそう。肉で煮つめた。え、鶏もさ、買いに行こう。あんなんでうちらが足りるわけないじゃん。足りめでしょ。え、なんかさ、やっぱブスなんだよね。大丈夫だよ。今に始まったことじゃないし。マスクのサイズ感おかしいもん。食い込みすぎな。私、可愛い系 YouTuber で売ってるんだからさ。肉巻いちゃってるけど大丈夫？あ、肉割引きされてるかな。え、しゃぶしゃぶ用のやつとかじゃない？違うかな？豚バラ肉。これ 5% 引きだよ。あっちにもさ、肉ってあるからさ。すいません、バラっぽかったよね。バラっぽかった。え、さっきのでいいかじゃん。割引しか勝たん。え、でもよく見て、 100g に311円の 5%、 そんな安くなくない？ 715%、 715円を 5% 引き。でもさ、見て、こっちはさ 230g で626円だよ。お任せします。じゃあ、あっちの方が安そうじゃない？あ、待って、これ細切れ。細切れで負けんの？どうしよう。多分さ、ここはさ、これだよね。え、これ安いじゃん。 100g149円だよ。じゃあそれでよくない？うん、割引が全てじゃないね。え、何食べる？あと、え、見て、マスクやばい、小さくて、耳が言えてますけども何食べようって話なんだけどさ、ちょっとなんか揚げ物食いたくね。揚げ物食いたいよね。素材コーナー行く？え、卵安い？買ったら見ていい？あ、ごめん、安くなかった。じゃあやめよう。サーモンとか食べてみて。え、いらない。却下されちゃった。この間私食べてきたからさ、お笑いでめっちゃ腹立つ。とうとう美味しいやつでしょ。そう、ダメんじゃねえよ。普通に惣菜買う？うん、あっち行こう。じゃあ、うん、結構さ、私たち食べるじゃん。そうね、思ったより買っても大丈夫なんよね。前回もめっちゃ食べたよね。おかずとかはそんな多くなかったんだけど、米を信じられないぐらい食べたよね。4合炊いてさ、ほぼ全部なくなったもんね。そうな、2人で4合、単純計算1人2合。野球部かな。どこだよ、惣菜。あ、惣菜どこだって。あっちだっつってんだろ。さっき見てきたよね。よくにございません。やべえから。割引の時間だよ。で、カキフライ食べたくない？でもタルタルソースないの、うちに。カキフライ好き？好きだよ。ありかなしか。なし。私はね、さっきの鶏天みたいなやつが食べたいの。これこれ、どう？割引されてないでしょ。うっせぇ。食べたいもの食べな。やっぱ、ママ今日は特別よ。明日から命ないんだから。激重。これだけでいいの？よくないよね。じゃあ何が食べたいの？私はもうね、思いつかないからいいや。カツとか。カツ？揚げ物ばっかじゃんと思ってる。そういう日にしよう、今日は。チートデイ。チートデイにしよう。チートデイのくせにふざけんな。間違いねえ。こっちにもコロッケとかありますけど、いいんですか？コロッケあんま好きじゃないんだよ。は？生意気だね。イカリングとかないの？イカリングだよ、それ。食べたくね？そんなことない。ちょっと食べたい。割引じゃないのか。なんでさ、こんないっぱいのやつ買うの？いっぱい食べたいから。簡単だよ。帰ってみようか。じゃあ帰ります。次はどちらに向かいますか？トイレ行っていいですか？ダメって言ったじゃん。もう我慢できない。そうよ。こちらやってることさ、小学生レベル。せな、こういうとこで買い物してる一人の男性見ると興奮が止まない。やべえよ。一緒に写って大丈夫？これやめないよ。問題ない？やばいよ、やばいよ。あ、いい顔。